皆さん、こんにちは。今日はお越しいただいてありがとうございます。私、小島あゆみと申します。フリーランスで医療や科学の原稿を書いております。CNJ の冊子も作らせていただいています。今日はこの時間、こちらでは子宮体がんについての講義となります。それでは相模ののの病院婦人科 上坊先生に上坊敏子先生にこれからお話をしていただきます上坊先生のプロフィールについてはお手元のパンフレットをご覧くださいそれから講義の後に質疑応答がございますがご質問等ございましたら質問票にお書きいただければと思いますあのすべてのご質問に答えられるかどうかわかりませんけれども時間の許す限りお答えしていけるようにしたいと思いますどうぞよろしくお願いしますそれでは上坊先生お願いいたします、はい あの皆さんこんにちは暑い中こんなに熱心な方がいっぱいいるんであの嬉しく思ってますまたあの子宮体癌んというのは後からお話ししますけどちょっと高齢の方に多いがんなのに若い方がいっぱいいらっしゃるなと思ってちょっとこうびっくりしているような状態です今日はあのこれから子宮体癌その後子宮頸がん卵巣がんという女性性器のがん3つについてあの 順番にお話ありますけどまず一番最初に私子宮体がんについてお話しさせていただきますこれはあの骨盤の中の構造を模式図にしたものなんですけれども子宮はあの骨盤の一番下にあってそして、えー、これですね大きさ大体ニワトリの卵ぐらいというふうにあの通常言われています重さ約8 0ム奥行きですねここから 天井まで7センチこれも世界中どこの国行ってもほとんど同じぐらいの大きさです。でこの下の方を頸部上の方を胎部と呼んでいて胎がんというのはここの胎部の中を覆っている粘膜にできるがんですね。ここはあのえー、と機能としては妊娠して赤ちゃんを育てる場所とそういう意味で非常に重要な場所ですが。 卵巣,あの卵巣と違ってホルモンを作ってるわけではありませんしもちろん消化器とか呼吸器のように私たちが生きていくために特別必要な臓器というわけではないんですけれども妊娠という意味で非常にに重要なな場所になりますで今日はこんなふうにあの順番でお話していきますね。 で子宮体がんってどんながんなのかということですけれども、まあ、体がん、体がんというふうに一言で言ってますけれども実は1型、2型というふうに2つの,あのタイプがあるということが分かっています。1型というのが体がんの大体80%から85%程度を占めていて原因は卵巣から分泌されているエストロゲンという女性ホルモンですね。これが原因のがんですで 高分化型の類内膜腺癌と言ってますけれどもあの子宮の中の粘膜に割と似た顔つきのがんが主流です全癌病変が分かっていて異型子宮内膜増殖症というのが全癌病変で50歳代の女性によく発生して、まあ、予後はあの割とよく後でこれもお示ししますけれども、まあ、よく治りやすい癌です一方2型のの癌というのは原因が わかっていませんから全眼病変もこれというものが、えー、認められていません組織系としては小液性腺癌明細胞腺癌というのが中心になりますでこちらはルイ類内膜腺癌に比べるともうちょっと高齢の60歳代70歳代の女性によく発生して、えー、予後が悪いというので有名な癌ですで子宮体癌はどんな人に起こりやすいのかと まず太っていいる人も絶対に良くないですそれから妊娠・出産経験がない女性から閉経が遅い女性からエストロゲンが発生の原因になりますので更年期の治療でエストロゲンいっぱい飲むと起こりやすいということが分かっています。それから乳がんの治療薬でタモキシフェンというのがありますけれどもこれが子宮体がんの発生に関係しているという報告もあります。それから若い人ですと 多能胞性卵巣という不妊症の方によく見られる卵巣ですけどから排卵が調子悪いといいとう方に起こりやすいです。でそして遺伝性非ポリポーシス大腸がんリンチ症候群と言われる状態ですけれどもあの一部の子宮体がんは遺伝で発生するということが分かっています。それから卵巣がんとか乳がんにかかったことのある人は体がんにかかりやすいということも分かっています。 これはつい最近出た文献なんですけれどもこれ日本じゃなくてイギリスでの調査ですけれど BMI 肥満の指数ですねが 5kg パー平米増えるとどのぐらいがんが起きてくるかというんで,で1.62倍といいう,うに報告されています。他のがんも肥満と関係しているものあるんですけれども子宮体がんはトップクラスだということが分かっています。 それれかから出産回数がが増増えれば増えばるるほど体がんのリスクは下がるとといいうことも分かっています。今日本で体がん増えているのはやはり体がん発生する年齢層の女性が増えていることとやっぱり太っている女性が増えてお子さんを産む回数が減ってというようなことが関係しているんじゃないかなと思います。そして遺伝ですけれどもリンチ症候群遺伝性非ポリポーシス大腸がん。 ですけれども、これはあの遺伝性腫瘍の中で最も頻度が高いものです。あの皆さん、えー、乳がん、卵巣がん症候群とまあ、アンジーが乳房を取ったとかっていうんで。すごい有名になりました。けども、頻度的にはこちらの腫瘍の方があの多いです。多分、男性もこの家系に関係してくるからじゃないかなと思います。遺伝性乳がん、卵巣がん症候群。あれ、女性にしか発生しないのでね。 だから、そういう意味でこれが最も頻度が高い遺伝性腫瘍だと言われています。発生するのは大腸がん子宮体癌、卵巣がん、腎盂癌、小腸癌などで私の担当してた患者さんでは大腸がん子宮体癌、卵巣がん、そしてえー、胆嚢癌と十二指腸癌という風うに発症した方がいらっしゃいました。遺伝子のタイプは dna ミスマッチ修復遺伝子とまあ、dna が。 うまくマッチしなかったときに修復する遺伝子ですねそこの異常なんですけど DNA ミスマッチ修復遺伝子にはこの6つがあの明らかにされてますけど中で MLH1、MSH2、MSH6 があの臨時症候群に関係していると特に子宮体癌では MSH6 の異常が重要な役割を果たしているということが報告されています 遺伝形式は常染色体の優性遺伝で,で臨時症候群家系の女性が生涯に子宮体がんを発症するリスクは40%から60%子宮体がんの2.3%は臨時症候群によるものだという報告もあります臨時症候群家系の女性は卵巣がんになる確率もあって、まあ、12%程度と同時に発症する方もいらっしゃいます もし家系の中に子宮体がんとか卵巣がんとか、えー、やけにたくさん出てると思われる方はこれはあの、えー、遺伝子検査をすることが可能ですからカウンセリング受けてから調べてご覧になるのもいいかもしれません卵巣がんと子宮体がんは割と重複頻度が高いです。特に若い人の子宮体がんは 卵巣がんを重複することが多くて45歳以下の胎がんの29%は卵巣がんが重複しているというような報告もありますですからあの若くして胎がんを発症した患者さんは、えー、卵巣のこともいつも頭に置いてあの経過を追ってもらう必要があるかと思います。で子宮体がんは何が一番最近注目されているかというと症例数が増えていることですね。 これは1975年から2011年まで見てますけれども、えー、グリーンが子宮頸癌がんでピンクが子宮体癌ですねで子宮頸癌は見たところまあ減ったり増えたりしてますけど基本的にはあ,のあまり変わっていないですけど、えー、体癌はもう圧倒的に右肩上がりですね。で私が大学卒業したのが1973年なんですけれどその頃 あの医学部では子宮がん全体の中で体が,んが占める割合は5%といいう,うに言われていました今や子宮体がんはけがんを追い越していますから50%以上ということで非常に症例数が増えているのが特徴です。から子宮体がんの患者さんの年齢分布を見ますと50代が一番多くてそれから60代。 えー、29歳以下本当に少ないです、えー、39歳以下通常若年体がんと言ってますけれども体がん全体の大体いいいいですですから体がんの治療を考えるときは基本的に若い人はちょっと置いといてこの閉経してから後の女性が対象になることが多いですね。 子宮経がんは若年化してるっていうのをよく皆さん聞かれると思うんですけれども胎がんはどうかというとこれ1981年91年2001年2011年の罹患率を年齢別に見たんですけれどもあの症例数増えてますから山高くなってますけれどもどの年をとっても50代がピークということで胎がんに関しては若年化という現象は起こっていないと。 言えるかと思いますそれから死亡数ですけれどもあの当然症例数増えてますからこんな風に増えていますそして、えー、っと若い人はもともと症例数少ないですし実は若い人に発生する体がんは非常に治しやすいタイプが多いので若い人で体がんで命を落とされる方は少なくって、まあ、50代に入ってそして特に60歳以上の亡くなられる方が かなり多いというがんですねでまとめると1年間に約1万5千人が子宮体部の浸潤癌を発症します最近急激に罹患数が増加していて後発年齢は50歳代で年齢分布に大きな変化は見られないと1年間に約2,100人が死亡していて最近30年間症例数の増加に伴って死亡数も増加していますで特に60歳以上の患者さんの死亡者が非常に多いと いうところが問題かなと思います。で、子宮体癌の標準的な治療なんですけれども、まず体がん進行期、こんな風に分けられています。まあ、1期はどんな癌でも同じなんですけれども、もがんがその原発臓器に原曲しているものですね。ですから、子宮体癌の場合だったら子宮体部に原曲しているもちろんこれアホ類がいくつかあるんですけど、まあ、とりあえず大雑把にあの見ていきます。で2期。これは癌が,が子宮頸部。 下の方です、ね、に浸潤しているけれども子宮を超えていないもの3基はがんが子宮外に広がるけれども、まあ、骨盤の中にとどまっているもしくは所属リンパ節に広がっているもので、がんの所属リンパ節は骨盤リンパ節といってあの子宮の周りのリンパ節だけじゃなくて膨大動脈リンパ節というあの大動脈の上の方のリンパ節も 所属リンパ節に含ままれています4期はあの膀胱や直腸もしくは遠隔転移があるものというのが4期になりますね。で子宮体がんの進行期というのは手術の時に取ったあの臓器の初見でね決めるとそれからお腹の細胞診の成績で決めるということになっています。で標準治療ですけれどもいかなる進行状態でも手術が可能であれば 子宮全摘を含む手術を行うというのが基本です。で子宮の摘出術式には単純全摘から順向反後半と、まあ、3つぐらいのランクがあるんですけれども、えー、そのどれを使うかは進行度によって変更することになっています。で原則として両側の卵巣と卵管は摘出ということになっています。 こうやって聞くとなんか深刻そうですけれどもあの何しろ発症する年齢が50歳代60歳代ですからあの、まあ、多くの女性はコロン手術を受けてもあのそれほどあの体にもしくは将来子どもがどうのこうのとか更年期の症状が出ちゃうとかそういうあの障害はほとんどなくクリアすることができます。 リンパ節覚醒は進行度とか組織学的分化度によって省略したり範囲を変更しますで一般的に子宮がちゃんと取れた症例は予後が良好で子宮を取ることができなかったという場合は治すのが難しいですであのともかく原則として手術ですからどんな年齢でもやります 私が手術した子宮体がんの患者さんで一番高齢の方は83歳でしたけれどももちろん83歳の方に大掛かりな手術はできないんですけれどもでも子宮を取ればその方今でも元気にしておられます。からあと再発のリスクを評価して、えー、術後どんな治療をするかというのを決定するということになっています。でこれれはは期期でですすねあの1期というのはこれ子宮ですけれども ここから上が子宮体部、ここから下が子宮頸部ですけれども、まあ、結構大きいがんなんですけれども、えー、がんは体部にだけあってでという状態ですね。こういう場合は単純子宮前摘、それからま両方の卵巣卵管をとってますが1気なんだけど筋肉の中にちょっといってるということでリンパ節の覚醒が追加されています。 こちらは2期の患者さんですね。がんがここなんですけれども、こちらの体部から頸部の方までかなり大きく広がっているということで、この方には後半子宮前摘という子宮の周りの組織を大掛かりに取る手術がなされています。あの頸部に広がっている程度によっては後半前摘までやらなくても、順後半前摘で終、えー、われることもたくさんあります。 リンパ節ですけれども、えー、骨盤リンパ節覚醒は正確な進行期決定のための診断的意義は確立されているが治療的な意義は確立されていないという、まあ、ガイドラインには、ね、こんなふうにがっかりするようなことが書かれていますで、えー。もちろん正確な進行期決定するためには本来全部取らなくちゃいけないんですけれども、まあ、そんな必要はないだろうということで、えー、高分化型中分化型の類内膜腺がんで ま、金相浸潤があまりないとか、腫瘍がちっちゃいものでは、結構省略している施設も多いんじゃないかなと思います。それから膨大動脈リンパ節ですね。今、あのさっきのスライドで申し上げたのが、この骨盤リンパ節ですね。この周りの子宮の周りのリンパ節ですけど、膨大動脈リンパ節ここになります。で、ここは対岸の所属リンパ節ですし。しまあ、ここに転移があるかどうかっていうのは重大な予後因子になります。 から骨盤リンパ節転移があると6割ぐらいに膨大動脈リンパ節転移が見られるということで、もし骨盤リンパ節に転移があるなということが術中に分かったら必ずこっちも取るということになります。ただ問題はですねこっちはないのにこっちだけあるという人もあー結構いらっしゃるということで、そうそう全部取らなくちゃいけないのかということになって、えー、大変なハメになってしまいますね。 で膨大動脈リンパ節覚醒もやはり進行期決定には必要だけど、まあ、治療的意義は確立されていないとで特にあの骨盤だけだったら、まあ、おへその辺りぐらいまで切ればいいんですけど膨大動脈をもし回復手術でやるんならですよあの本当に肩上突起のところまで切り開いてあのやらなくちゃいけない。でえー、リンパ節取っ,た後塗って ってやるとねその後腸閉塞をすごく起こしやすいんですねで、骨盤リンパ節覚醒だけやった人に比べると圧倒的に高い腸閉塞のリスクだということは言われていますですからまあ、やらずに済むならやらずに済ませたいということでまあ、高分化型中分化型類内膜腺がんで、まあ、比較的早期のもので経部にはないとあと手術の時にいろいろ調べてみたけど、えー、子宮外には特に問題なさそうだ からお腹の細胞芯も陰性だというような条件の場合には省略されていることも多いかなと思いますもう一つ卵巣の温存は可能かということですけれども、えー、実は卵巣に転移する確率が結構高いんですね1期でも5%前後2期になると10%前後ということで、えー、経がんの卵巣転移率に比べると桁が違いますで また卵巣がんを重複してくる人も結構いらっしゃるということでそういうことがあるので原則として両方取るんですけれどもでもどうしても残したいとおっしゃる方いらっしゃいますもし残すとしたらその条件は若年で卵巣温存の強い希望がある場合と若年でということは必要ですよ50過ぎてたらもう卵巣は取った方が絶対安全ですだから高分化型の類内膜腺がん1期で 心順が浅い場合から子宮外に病変がないと肉眼的に見てこの卵巣は正常で転移はなさそうだなって思われるとそれからもちろん乳がんとか卵巣がんの家族歴がないということは重要なポイントになるかと思います。で実際に卵巣温存してまあ例えば、えー、将来ね 妊娠に備え子宮がなくても将来卵巣を残しといて何とかしたいと思われる方いらっしゃるわけでまあ、その辺は治療を受けるときに担当の先生とよく相談されるのがいいかと思いますそれから2型の体がんというふうに最初申し上げましたけどこれは小液性腺がんも明細胞腺がんも転移再発のリスクが高くて予後が悪いですで小液性腺がんは18%で 何でもないだろうと思ってたんだけど、調べてみると、上腹部ですね。お腹の上の方に、ちっちゃい転移が見つかることがあります。それから、リンパ節転移率も高いし、膨大動脈リンパ節への転移率も高いです。で何より、私たち臨床医が困るのは、この癌はこんなにあるから。だから、このぐらい、あちこちに広がっているなってこう想像できる。癌の方が多いんですけれども、小益性腺癌に関しては。 えー、もう本当に、えー、ほんのちょっとなのに結構広がってるっていうのがあってその辺の相関がねないのが問題になります。明細胞腺がんも、えー、子宮体が子宮癌に病変が広がったりリンパ節転移を起こしやすいという特徴があります。これはあの私の経験した患者さんですけれども58歳でこの方は あの体がんという不正出血が圧倒的に大きい症状なんですけど、出血は全くなくて腹痛が症状でしたで。細胞診やったところ、頸部は問題なしで、内膜、体部の方ですね、小液性腺がんでしょうというふうな結果が来ています。ですけど、これが MRI で見た子宮ですね。頸部は陰性で、体部の細胞診が陽性。 まあそういう時は私たち組織を削って調べるんですけど何回削っても何も取れてこないと。で MRI 取っても何でもないし消液性腺がんといえば卵巣の代表的ながんなんですけど卵巣は異常なしということで、えー、まあがんがあることは間違いないでしょうとですから手術受けた方がいいですよと言って手術を行いました。でこれが実際摘出した子宮なんですね。でここの MRI で見えてた えー、コブみたいなとこですけどこの表面にこういうふうに消液性腺がんがあるんですけど他全くここうういうとこツルツルで何にもないんですですも体毛というあの胃袋のところから垂れ下がっている腹膜のひだみたいなとこですねでこんなふうに転移があって進行期4期と腹水の細胞診も陽性ということで当然、えー、化学療法が必要になったと。もう類内膜腺がんでこのの程度の状態だったら もう鼻歌う混じりで治せるんですけれども消液性腺がんはやっぱり怖いなというふうに思います。まあ、というわけで向こうが消液性腺がんこちらが明細胞腺がんなんですけれども、えー、この2つのがんではともかく子宮と両方の卵巣と卵管は絶対取るとリンパ節も基本的に覚醒しろとそして体毛によく行くからそこも切除した方がいいということになっています。まあ、幸いなことに え小液性腺癌って体が全体の5%ぐらい明細胞腺癌って2%ぐらいで少ないので、えー、いいんですけれどもまあ怖い癌だと思います。一応あの再発リスク分分類っててこんなふうに分けています低リスクこれはもう経過観察だけでいいんですけど類内膜腺癌の G1 高分化型ですね G2 中分化型で筋層浸順が浅いとあと子宮頸部には広がっていないしえー 筋肉の中の血管とかリンパ管には入っていない。遠隔転移もないと。から、中分化が中リスク型というのは？g1。まとかまたは g2 で筋走浸潤が深いから g3。低分化型で筋走浸潤は比較的浅い。あと、収液性腺がん、明細部腺がんで筋走浸潤がないとかまあ、こんな風に、えー、分類されています。高リスク群というのは、えー 筋層伸縮が深いとか、小液性腺がん、明細胞腺がんで筋層伸縮があるとか、手術した時点ですでに卵巣とか、膣とかリンパ節とか、お腹の中にハシがあると、こういったものが高リスク群になっています。で低リスク群は手術だけで経過観察でいいんですけど、中リスク群には通常化学療法、放射線療法が行われることが多いんですけれども、いや、 でもやらなくてもあんまり治療数的には差がないという報告もあったりしてちょっと悩ましいところですねで効率区分になったらこれはもう何もしないってわけにいかないので化学療療療法、法、法放射線ホルモン療法等が行われます。これはあの日本産婦人科学会の登録症例ですけれども、えー、1期2期3期4期でどんな治療を受けているかを見てみると1期はもう圧倒的に手術単独が多いですね。 で2期3期4期という見ていくと基本的に手術をやって化学療法をやってという患者さんが多いということが見て取れるかと思います。でこう今の数字でまとめて表でまとめてみますとともかく1期の症例が非常に多くて体がん全体の72%は3期とか4期とか進行した症例っていうのは20%ぐらいしかいないですね。 から、手術療法の占める頻度が非常に高いです。もう基本的に手術なんだって最初に申し上げましたけど、96%の方が手術で治療を受けています。で、1期では70.5%の人が手術だけで治療が完了しています。治療成績を見てみると、1の1期のまあ、こちらの数字だけ見ていただきましょう。方は95% 5年生存。まあほとんど治ると。 ちゃんと治療を受けていただければほとんど治ります2期でも90%ぐらい治ります3期4期になるとやっぱり治療成績下がってきますけれどもあのパッと見て比較的治しやすい癌だなとしかも1期の患者さんが非常に多いということで臨床医としてはありと気楽な気持ちで治療に当たれるがんと言えると思いますであとはあの進行期と、えー グレード1グレード2グレード3小液性腺がん明細胞腺がんで、えー、5年成中成績を見てみましたけど1期の、えー、G1 高分化型腺がんですねだと97.8% 97. ほとんどの方が治ると言って大丈夫です。でも同じ1期でも、えー、低分化型 G3 になると91%。 腺がん86.9%明細胞腺が78.6%ともう治る確率が全然違ってきてしまいます。もちろん進行すれば、えー、ますますその差は顕著になるということが報告されています。<laughs> 最近どんなことが話題になってるかですがまず腹腔鏡でいけるんじゃないかと。あの子宮… 経がんは後半子宮前摘というのをやりますので、復鏡でやるのがなかなか大変なんですけど、これはあの単純子宮前摘で追われる患者さんがたくさんいます。子宮菌種で子宮取るのと同じような感じで、あの復鏡で取れるんじゃないかということであの注目されています。これ外国のスタディなんですけれども、手術時間はお腹を切るのよりもちょっとかかりますけれども、出血が少なくて入院期間は明らかに短いです。 だから周囲の臓器のね周辺臓器の損傷の頻度には差がないと。でただ BMI が上昇するにつれて、まあ、太っていれば、えー、途中で操作できないということで回復への移行率が高くなるということで、えー、痩せていいるこことととはやっぱり大事なことだなだ思いますあと術後3年の再発率には差がないし推測5年生存率にも差がないということが報告されています。というわけで我が国では 去年の4月に子宮体がん1栄期、まああの、えー、子宮体部にだけあって内膜にだけあると、まあ、ほとんど浸潤がないというような症例に対して腹腔の手術が保険適用になりました1栄期っていうのは体がん全体の54%ぐらいを占めているので、まあ、単純に考えると年間4,000例近くが対象になるのかなということになるんですがもちろんえー だから前例やれるってもんじゃないですねこの人は腹腔鏡に適さないという人も当然いるわけですしそれから腹腔鏡手術をするための施設基準が結構難しいのでもしそういう手術をご希望されるんであればあの相談してあのしかるべき医療機関を受診される必要があるかと思います。でガイドラインでは1期、えー、に対しては症例によって日常診療での、ま、実践も考慮されるとただ進行症例に対する腹腔鏡手術は進められないと。 外国の文献でもそうなってますね。それから、リンパ浮腫を何とか予防したいと、実はあの対岸のリンパ浮腫もそこそこあってですね。ま、えー、あの術後の qol をね落とす。最大の因子の一つだと思うんです。で、どんな人がリンパ腫を起こしやすいかというと、たくさんリンパ節を取った人。それから術後放射線治療が追加になった人。 これは起こしやすいことが分かっています。ただこれは治療上必要なことであればやむを得ないなと思うんですね。最後のこの代替常設の摘出、これも危険医師ということになってます。大替常設ってここの骨盤の比較的、いすよ、ね、これの裏側みたいなところなんですけど、ここを取るとリンパ不死が起こりやすいことが分かっています。で実はですね、 ここに単独で転移してくる人ってほとんどいないんですよだから取っても取らなくてもあんまり治療成績に関係しないんですねなんですけどここすごく取りやすいんですよすしかも気持ちよく取れるんですなんかねリンパ節覚醒習った最初の頃サクサクサクッと取れるんでなんかうまくなったような気がするんですよねでも自分でやってみて分かりましたけどここは取らない方が絶対にあのリンパ腫少ないですただ誰でも彼ででもも取らななくてていいいってわけじゃないので 手術を受けるときはこの辺のこともご相談されると言っておいますあとセンチネルも最近注目されてるんですけれどもまだあのガイドラインでも、えー、あまり進めていませんなぜかというとですねまずこの骨盤のリンパ節から大動脈のリンパ節まで所属リンパ節が範囲が広いんですねそこにどういうふうにトレーサーを投与するかなんですけど例えば子宮鏡を用いてね、腫瘍周囲に 投すするって言うんですけど、これ子宮鏡で子宮の中覗いてるがんの患者さんですけどこれ綺麗な写真持ってきてますからいいですけど実際にはなんか血まみれのことが多いので意外とやるのが大変勘弁とはとても言えませんあとは子宮筋層にとか子宮頸部にやるこれ一番簡単なんですけど、まあ、膨大動脈リンパ節まで行きにくいということでちょっと問題があるかなと。あと えっと明らかに分かるようなリンパ節転移はセンチネルやるとかやらないと関係ないわけですよね。だかからあるとい,かかい,いうのを見たいわけですからそうするとたくさんスライスを作らなくちゃいけないとか、まあ、免疫組織化学の検索を加えるとか結構時間がかかったりしてななかなか臨床応用がが難しいところがありますあと進行がん再発がんに対してはやはり化学療法の意義が大きいんですけれども一、まあ 一番長い間使われているのがアドリアマイシンとシスプラチンという治療法です43%程度効くと言われていますでこれにパクリタクセルを加えたタップ療法これは57%効くというんでいいなって言われたんですけど非常に副作用が強くて使いこなすのが難しいと一般によくやられているのがパクリタクセルとカルボプラチン これは6割ぐらいの走行率でこれ卵巣がんでよく使われる化学療法なので臨床の先生方が使い慣れていると毒性も割とコントロールしやすいということでこれってよく使われています最近報告されて注目されているのがこの TC 療法にエピルビシンという抗がん剤これはのアドリアマシンの親戚ですけどもテック療法っていうのがあるんですこれは あの治療成績が良くて副作用も比較的軽いと言われてますがまだちょっとあの大規模な試験のデータが出てないので今後になるかなと思います。あと若年体がんですけどこちらはですね子宮内膜に原曲している高分化型類,類内膜腺がんの方のみが対象です。で大体ホルモンを使って治療しますが 実際には70%程度は癌が,が完全に消失しますが、この1期で子宮内膜に原局してって高分化型の内膜腺癌になったら、さっきの表ではですね97 8、8%治るわけですよね。でもこれだと70%しか消えません。しかも50%再発してくるということで、もしこの治療を受ける人はもう相当の覚悟を持って受けていただきたいと思います。 あと子宮体癌で卵巣を取っちゃった比較的若い人はあの更年期の障害で苦しむ方いらっしゃってそれにはエストロゲンを投与しても大丈夫じゃないかということが最近ぼちぼち報告されていますもし非常に症状が苦しい場合は担当の先生とご相談されて治療を受けになるのもいいんじゃないかなと思いますどうもご清聴ありがとうございました まずあの今の話を伺っていますと子宮体がんはあのタイプによってまず1型と2型でずいぶん違うということですのでえそのことはえよく知っていないと患者さんの側はそこを知っている必要があるとそそれからそうですねはいあとはあの進行期ですねはいその辺りの先生あの説明は先生たちはどのようにこうあのー 今皆さんあの先生方は言われるんじゃないかと思うんですよねあなたのは高分化型で、えー、例えば一気だけどもこの程度筋肉の中に行って例えば MRI でね見てだからこういう手術がいいと思いますよとかそれから追加治療する時も、えー、グレード3でちょっと筋層浸順があるから化学療法をやっといた方が安心ですよとか。 といいう,うに必ず説明があると思いますやっぱり自分の同じ体がんでも本当にタイプによって治療成績が違うことは明らかなので自分のがんがどんな種類のものでかつどのぐらい進行していてだからこういう治療が必要なんだなともしくはだからこれでもういいなというふうにあの分かっていた方がいいと思いますね。まあ、あの特に追加治療を <laughs> おす,す,めするときは必ず何か言わないと勧、えー、められないので、うん、あの話してくれると思いますけれども、うん、そ,あのその説明をちゃんとあの聞いたときにあの、まあ、メモするなり<あ>、はい、あのきちんと覚えておく方が後々の治療のこう見通しみたいなものも立ちやすくなっていくということですね。それかからら先ほどからあのリンパ節覚醒の話があって、うんあの えっとそれもがんのタイプによってはあのー、後半にこうこ,こにはちあのー、地球体部には小さいけれども膨大体動脈の方のリンパ節に飛んでいたりとかいうふうなことがあったりということでリンパ節の覚醒をするかしないかとかいうのは手術の時に、えー、先生たちはもう判断されるというふうに考えておいたらよろしいですか大体のこう目安としてはあのーえー、最初に決めていらっしゃいますけれども<っ>手術の範囲としては。 えっと、基本的に準備体制が必要なので手術をする前に例えば組織系ですね消液性腺がんなのか明細胞腺がんなのかそれとも治しやすい高分化型なのかということは分かってますねそれから当然のことですけれども MRI であの検索がなされていると思います。で MRI で見れば近相に行ってるのか 子宮頸部にまで広がっているのかはあの概ね分かりますからそれを見てこれは膨大動脈まで行かなくちゃいけないなとか、まあ、頸部あ骨盤だけでいいなとかもしくは集落してもいいかなというふうにある程度心づもりであの手術に臨みます。で実際にはお腹開けてみて、まあ、リンパ節触ったりもちろんセンチネイルやれば別ですけど。 見てあこれはちょっとまずいなとかいうことがあればもちろん覚醒は必要になるしそれからお腹の中の細胞の検査ですねやってあのがん細胞が出てるようだとやっぱりあのリンパ節覚醒した方がいいとかあの最終的なところは集中に決まると思いますけど術前にある程度あの決まってますので当然その説明があって手術に臨むという形になるかなと思います。まあ、あの患者さんの中にはですね えー、もう絶対にリンパ節覚醒は嫌だとおっしゃる方いらっしゃって、まあ、そういう方にはあの万が一あリンパ節に点があった時には当然取ってないわけですから、あのー、再発というよりも取り残しになっちゃいますけどそれを納得されるんでしたらということであの取らない方もいらっしゃいますけど基本的にはやっぱり、あのー、病気の状況によってね あの適室が必要ににななるかとというふうに思いいう思まますす、はい、ありがとうございますあとそれからあの先ほどあの最近、えー、と保険適用になった腹腔鏡の手術の話を先生してくださったんですけれども腹腔鏡の施設基準が非常にあのきちんとしたものがあるということだったんですけれども腹腔鏡で手術を受けたいという場合どういうふうに先生、そこの施設を探せばよろしいでしょうか。 それはあのまず診断つけてくれた先生に相談してください、腹腔鏡で手術を受けたいんですけれども、あのこちらの病院でできますかと、できますよということだったらそれでもちろんいいし、いや、うちではちょっとやれませんと言われたら、じゃあ、しかるべき医療機関を紹介してくださいということで、あの相談されるのが一番いいと思いますよ、やみくもに自分で探すのはなかなか大変かなというふうに思います。それから復旧で やれる状態かちょっとこれは腹腔鏡では難しいというのも当然あるのでその辺もあの先生からよくお話伺ってあ,のあまり無理なことをやっても意味がないかなというふうに思います。だから最近だと,、えー、と腹腔鏡でやってリンパ節覚醒もですね大動脈のリンパ節覚醒まで腹腔鏡でやれると。 いいいいいうう報告を出ししててるるる施設もあるのでで、まあ、あつは腹腔手術にいかに習熟しているかか熟ということこが大きいですねやっぱりあのやってますけどあんまり経験はありませんって言われたらちょっと怖いので、えー、受けるんだったら経験豊かな病院でそれからあのロボット手術ですねダヴィンチって言われてますけどあれも最近結構普及してきてるのでただダヴィンチは機械がないとできませんからその辺もよく 相談されてあの受けたらいいんじゃないかなと思います。けれど。先生のお話ですと、そのえ腹腔鏡に慣れているとか、ロボット支援手術をやっているっていうことで言うと、うん、特に婦人科以外のあの課でま、うんえー、あの？ 非常に腹腔鏡をやっていらっしゃる施設っていうのがあるんですけれどもそういうところが婦人,科に婦人科の手術も習熟しているっていうことではないというふうに考えたらいいですかそれは別なのか一緒なのか。腹腔で、えーまあ、肝臓ととか、まあ、大問題になったたあ,ありましたけれどもやるのと 骨盤の中に埋まっている子宮をとるのはちょっとテクニカルに全く違うのでもちろんあの協力し合ってやるってことは可能ですけれども婦人科医が入らななないいいいでやるととはちょっと難しいんじゃないかなと思いますで以前とか本当にあのまあ、某大学の問題が起こる前は腹腔鏡やりたいっていう患者さん結構たくさんいらっしゃってあのあれだったんですけど最近はもう。 こんなな簡単な乱を取るのに腹腔鏡で簡単にできますよって言ってもいや腹腔鏡は怖いですからって言われる方いらっしゃるんですけどそんなにあの怖がらなくても大丈夫じゃないかなというふうに思います一応あのさっき先生質問してくださったその一液が保険適用になっているの一液で一ます、ね、はいでそうすると単純子宮前的が、はい とということですねあの後半子宮全摘っていう、まあ、子宮頸がんに主としてやられてる手術ですけどこれも腹空腔鏡でやれないことはないんですけれども後半子宮全摘ってお腹切ってやってもかなり大変な手術なので腹空腔鏡でやると非常に手間がかかるということで。 あのー、どっちかというと単純子宮全摘向きのあれかなって対岸であで腹腔鏡手術の保険適用が取れたのはやっぱりあの、えー、単純全摘で終えられる症例が多いとだから一液だったらリンパ節もやらなくてもいいかもしれないとその辺があの大きいんじゃないかなと思いますけど。 空気でやるのには一番そういう意味では適している、ね、ということになるわけですね。そ人科領域の中では一番適してると思いますね。卵巣、うん、になるとなかなかあんまりやりたがらない人が多いんですよね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。もう一つあの先生先ほど、えー、進行癌の化学療法のお話をしてくださって、うん、あの卵巣でよく使われているそのあの組み合わせが一番あの。 よく使われるんじゃないかということだったんですけれどもあの患者さんに応じてその進,進行再発がんの時どういうふうに先生たちはこうあの選ばれますか例えば年齢であるとかあの再発したところの部位とか、まあ、基本的には胎がんはの子宮そのものは手術で取っていることが多いので、はいあのまあ、進行がんの場合はともかく進行してても さっき言ったように子宮はともかくなんとかして取ろうというのがあれでその後追加であの化学療法というふうにいくことが圧倒的に多いと思うんですね再発がんの場合はちょっとやっぱりニュアンスがまた違っててあの再発しても再発場所があんまり多くなければ摘出で治っちゃう方もいらっしゃるんですよね。 で私の患者さんではお腹のこの傷の下にだからおなかの中じゃなくて皮膚のところですねここにこのぐらいの再発してきたという患者さんいてその人はそこを取ったら治っちゃいましたねそれからリンパ節の再発かなと思って開けてみたらリンパ節じゃなくて横の腸の部分に再発しててそれもそこを摘出したら治ってしまったと。つい最近では、えー 直腸の前面と脾臓に再発してて常識でいくと2か所3か所に再発してると手術はどうかなと思うんですけどいろいろ事情があって化学療法をやって手術でその場所を取ってで今もすっかり元気という方もいらっしゃいますだからうーん再発の場合っていうのはこうじゃなきゃいけないってなかなか言いにくいですね。そのの患者さんの え全身の状態再発した場所再発部位の数からそれからそれこそ高分化型なのか低分化型なのか衝撃性なのかによっても違ってくるのでその辺を加味して最終的に決めていきます。あの高分化型の類内膜腺がんの再発だったら場合によってはホルモン治療もすごくよく効きますのでしかもホルモン治療はあまり副作用がないのでそれを組み合わせてやると。 いいいう方もいらっしゃるかと思いますその辺はもうあのケースバイケースになっちゃいますので、えー、納得いくまであの先生と話し合って決められるといいんじゃないかなと思います。手術の部位もそのあのあ部位によってそのさっき先生おっしゃった腸であったりもしますしそうです、ね、リンパ節っていうこともあるので、はいはい、そうすると、うん、手術と化学療法っていうのがこう順番が変わっ 人によっってもも違ったりすする、ね、あの一番手術では絶対治せないのが腹膜発腫といってがん性腹膜炎の状態になっちゃった場合これはもう手術では治せないので抗ががん剤が圧倒的なな力になります一方がん、えー、性腹膜炎とかおなかの中にはがん細胞が見つからないんだけれどもどっかに塊を作ってるとこういうのはあのそこの部分をうまくとることによってコントロール可能な場合があります。まあ 基本的にはです、ね、諦めないで、うん、取ったらまた取ったらまたでもいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもいろんな方法があるということになりますね分かりましたそれから一つご質問をいただきましたあの現在その乳がんの治療中でホルモン療法をしていてであの体,がの子宮体がんのリスクがあるというふうにこう主治医から言われていると40代の方なんですけれども、うん、あの検診を受けるとか あの、どのようにあのしていけばいいのかっていうところですアドバイスがありました。えっと乳がんの治療薬の中にタモキシフェン、もしくはノルバデックスと言われる薬があるんです。けれども、これはあの1番、体癌を引き起こす。リスクが高いというふうに言われています。で、それを内服している人はあの？そうですね。症状がなくても半年に1回とか。あの子宮の体癌の。 内膜の細胞の検査をね、応、OK、検になる、それから超音波で見てもらうといったようなことがいいんじゃないかなと思います。で、多分ノルバデックス飲んでる人の中には閉経後の方もたくさんいらっしゃると思いますので、あの超音波で内膜の厚さを見るというだけでもかなりあのいろんなことがわかるんじゃないかなと思います。と、とりあえず何かあってからじゃなくて産婦人科と 仲良くしておくのがいいんじゃないかなと思いますけど。これは先生、あの検診というよりは、あの自分がお薬を飲んでいるので、見てもらいたいという形で。行けばよろしいですか?あ。そう<の>いった婦人科にかかっていただければ、のはい、あのやってくれると思います。はい。かりましたええー、そろそろ時間なんですけれども、ご質問等よろしいでしょうか?。 なさそうですね。はい。あのそれではこれで、えー、子宮体癌の、えー、講義を終わりたいと思います。ジョ先生どうもありがとうございました。はいはい、どうもありがとうございました。